はね、おわ超スペシャル企画でございます。おわー、 YouTube 初のトーナメント企画、ジュエマ開発者とジュエマ YouTuber どっちが強いのミニトーナメントやってみたい。よいしょー、どうも皆さん、こちらベンチの街へゲロップラメゲスト研究専任、そしてゲストスマラスです。ジュエマさん、ということで、今日は先日、1回戦行われましたがミニトーナメントの2回戦でございます。よしよ、今回は開発者同士の対決でございます。イエーイ。はい、絵面がね、あんまり変わらないので解説席はもちろんこのお二人、はい、バイラスさんとフラスさんに実況的に入っていただきます。任せてくれ。やっぱこの二人が並んで座るのあんまりないっすよねもう一生ないかもしれない。いやもうこれはね、見物ですよ。見物ですよ。見物って。いや、これちょっと解説のね、解説の結構我々より解説の方が、はい、解説注目していきたいと思います。はい、ということで先に意気込みをお願いしたいと思いますが、レッドマンどうでしょう。今日はね、このデッキは実は、うん、あのコバ、バイクセリーコバから託されてきたんですよ。はい、スティールウィアーズの開発の一心をかけた戦いをしようと思います。お、今日は いつになく真面目です。お、対する研究専任は、はい、私はもうね、この企画を破壊するためにやってきたので、まあ、先に言っておきますけど、この動画が10分を超えていったらもう私が負けていると思います怖いんだけど。はい、ということで、はい、第2回戦始めていきたいと思います。それではジャンケンからいきたいと思います。最初のジャンケン、あいこでした、あいこでした。なんかこれ負けたら結構やばいさあ、というわけで松永さん、おそらく速攻できですね、ジュネッキっぽい1分経ったら負けって言ってましたもんね。ジュエマスタート。はい、ということで見ていきましょう。はい、まずクーガンさんは推定速攻できっぽいですよね。10分経ったら負けとかしちゃう。あ、メイ様、これはわー、これ革命チェンジ速攻対数でカッキング、カッキング、なんかコバさんから隠されたやつだからバイクのさ、バイクではないですね。今いろんなデッキに入ってますよ、これ。ほうほうほう、このゴージャスデッキのスクッチョ、スクッチョか、スクッチョのプロモーションカード、メイ様を戻しながらスナイフモスキートアタックし革命チェンジ宣言。はい、おどっちだ。おぉ、サムカツマです。5万ギル、やばくない、やばくない、考えから5万ギル、やばくない。他色のクリーチャー1体さあ、あるか。さあ、久々にドラグナー以来でしょうか。あのカツマンエース、あの地獄のヘブンズフォース、地獄のヘブンズフォースから積まず、あえてもつまない、あえてつまない。はい、食べんの。ちょっと待って、待って、待って、落ち着こうや。ちょっとなんか最近だとテスタロッサとかが出てくるかもわからないですね。はい、どうでしょう。破壊できないラインですね。そうすると、はい、逆に椿さん、どっちと戦いたいですか。これは松岩さんとちょっと戦いたいですね。これは、いやいやいや、これはまだ負けない。あ、お、ハッピー2ターン目、2ターン目、ターン目、ターン目、あ、全然全貌が見えません。レッドマン、Dチーム代表だぞ。やばいやばい。これはもう終わらせに行こう。いや、もう終わらせに行こう。終わらせに行こう。まだ2ターン目だ、こっち。ガンバチャーリー、一番なメイさん、一番なスナイフモスキーと、そしてアタックマイズ、アタック時革命チェンジ、大流眼、大流眼だ、大流眼だ。さあ、アタック終了時にアンタップする効果があります。ハムカツマンを捨てられるので、手札からレインボー捨てるんだっけ。そうですね、確定してますね、一回。はいはい、レインボーというか、非自然のレインボー。あー、なるほど。なんで、結構、カメラのパフォーマンスが終了トリガーに、うわー、サバネやばい、姉妹で踏み抜いた。シールトリガーを持ちます、このカード。でもない、豪華な、はい、松永さん、一応あれでしたね、なんかテスタロッサケアでガンバ入ってましたね。あー、なるほど、ガンバ、ガンバテスタロッサケアマハファイターだから。なるほど、なるほど。リライフ、おー、まあ、バッキングの効果で自然を加えたので、1枚大丈夫だ、殺された。3色カードの回収しに行った感じでやられるんだよ。これは今流行りの流行りの流行りのっぽい。僕まだカード2枚しか見てないんでわかんないですけど、はい、リライフということは、あ、今流行りの非水自然ドリアゴンコバ&レックスかもしれない。あ、ウィズモモキングみたいな、ウィズモモキング、ウィズバジラ。あ、来た来た来た、完璧にこれ、それじゃないですか。これやばいっすね。4枚表向きにします。さあ、あるか、4枚表向きにします。おっ、これは強い、強い、リストメノは強い。さあ、ジャストダイバー、マッハファイター。さあ、トリプルエン、トリプルブレイク、このデッキ、フラットさん、これですよ、カーモデッキ。
デジャブだ、デジャブ、デジャブだ、デジャブだ、しかしこのターンに勝ちきるにはバルチュリスもないといけないか、それか、カッターの勝つ金が何か変身すれば、なくても勝つだろ、これ盤面に対して、盤面取り行こうかな、そうですね、こちら堅実に、また言わなかったので、山札の上から1枚目を見て、手札か、まだアルカリアスまで入ってますね、これは今の、はい、環境でもトップクラスに強い武器です。さあ1点、ドギラゴンノバが起き上がってしまったことが、あれが3マナで出るからすごいですね。この人間しかでき、革命チェンジの第2形態がいないこのターンに大龍眼を出すことができないのではないか、さすがに回答があるか、ジャマップ、山札の上から5枚見て自然のクリーチャーを回収、何かあるのか、軽すぎる、すごい動きがすごい、 1.3 みたいな、今できてればなぁ、ドギラゴールで、ドギラゴール出れば強い、出れば強い、貴重なプリムルレイカー、盤面に十分な、じゃあいない、出ないでしょ、これどう考えるこれはまずいですね、出ないでしょうね、そっちから言うんだな、オレゴン、ボスのクリーチャーを医療展開しておきます、いやすごいね、作っちゃマスファイター、しかしドギラゴンノバのパワーがあまりに高い、チャストダイバー、ドギラゴンノバにアタックするとき、火星を出した、おブロッカー破壊する革命神社もあるにはあるんですが、ない、これも一人でアタックしました、自爆特攻、今は何の意味だったの、オレゴンが殴れるようになりましたね、一応、レイ様、プレイヤーにアタックするときにハムカツマン、ちょっと惜しいか、スクッチョによってスピードアタックを1体生成した感じにはなりましたが、ちょっとこれが通らないの、通ったとしても、うん、なんなら通していいまで、はい、欲しいですね、これは。ね、ドロップ破壊がいればよかったと思いません、はい、革命チェンジビートのギミックの性質上どうしてもね、そうですね、相手の資料が2枚残るタイミングができちゃうから、オーライのモーキングレキスが光っております、あららら光ってあります、すいません光って、じゃあここがね、どんどん吸い込みしちゃうので、ね、2枚引いて、あれにここで進化しても強いし、しなくても強いのがこのカードだと思います、おっと、進化はしない、進化しません、いや、なんかしない、しない、しない、シードブレイク、シードブレイク、すごすぎる、ゴリゴリの環境で来てる、あれを公式が使っていいのか、いや、容赦ない、これ10分超えずに負けたんだよ、いや、そう、頭はしない感じ、頭はしない感じ、はい、ということで、こちらが研究戦人のデッキになりますが、はい、どういうデッキなんでしょう、これはもう大龍眼ですこれはもう大龍眼1本ですね、完全にもう1マナ息12枚、革命チェンジ、そして革命チェンジ先5マナが10枚、で、一応ね、最高の8マナが6枚と、で、邪魔なメタクリ、テスタロスとオニカマス、ミキセルとはもう8枚入ったファイターで処理していこうと、あ、しかも処理していこうと、なるほど、もうそれしか考えてないですね、それを全てやったらトリガーは入ってないね、当然、まあそうですね、いかがですこのデッキ見て、トライさん、フラットさん、いや、本当に壊しに来たんだなっていう嘘じゃなくて、尺的にもちょっとあれだって、シード取りが引かなかったらもう終わってましたよ、これ全然負けたって、そうですね、確かに全然もね、スタンドカスキーもこんな開発部に毒がしてたいや、そう、ちょっとね、このデッキ何気にちょっとこだわってる部分があって、結構ね、こうキラキラさせてるんですよね、確かに、ね、はい、エビ上げてるって、プロモとか、いや、そう、だからもう試合に勝ったらこのディスガンバとエビカツを頑張ってプロモにしてもらおうって、どこで、なんだよ、いや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 、なんだよ、勝者の権限で、いやー、でもそういうの好きだよね、ほんとね、研究戦に、はい、ということで、勝者はデッドマンでしたが、デッドマン対トライランサーということになりましたが、いやもうこれは絶対勝ちたい、ねえ、ツバイさんいかがですか、またデッドマンと再戦という感じですか、そうですね、前回はね、いっぱいついちゃったんで、今回は全力で踏ませにいきます怖い、そしてフラットさんは研究セミと解説席ということですけども、どうなるんでしょうねこの辺どういう会話するんでしょう、これかなり難しいですよね僕、編集で決勝でもらってもいいですよねということで、決勝戦となります。次の動画ぜひご覧ください。はい、はい、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてコミュニティ投稿の方もぜひ。
にチェックお願いします。はい、またね、ツバイランチさん、そしてフラットさんのね、チャンネルもございますので、チェックしてください。はい、はい、応援コメントたくさんあった。はい、どっちが勝つの方か勝利予想をね、はい、してください。はい、はい、で、この動画はここまででございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、うーちーまたー。